アクチエボラグとは、スウェーデンにおける会社形態を表すもので、日本における株式会社とほぼ同義の言葉である。会社名に使用する場合、略称の AB が用いられる。スウェーデンでは、会社登録局という事業を設立する企業の登録を司る機関がある。法的な区分では、アクチエボラグには、一般的な株式会社の他に有限責任公社が、 存在し、後者のことをパブリーク、アクチエボラグと呼ばれ、AB が用いられる。最小でも50万クローナの株式資本を必要と、するが、株式は株式市場に公開することができる。会社登録局によれば、の設備後は時折省略されるが、社名から有限責任後者であることが理解しがたい場合には、省略すべきではないとしている。 通常の株式会社は最小10万クローラの資本があれば設立できるが公的機関を連想するような単語を使用する社名を使用するべきでないとされる。著名なスウェーデンの会社名としてソブ、マスコール AB などが挙げられる。ありがとうございます。